ありがとうございました。それでは、東京芸術大学大学美術館の黒川さんからコメントをいただきたいと思います。いただきました東京芸術大学大学美術館の黒川と申します。充実な発表で大変ありがたく拝聴しました。私も明治から昭和の日本の近代美術を主に工芸を専門に研究してまいりましたが、研究所が作っていらっしゃいます文献目録あるいは日本美術年間には学生時代よりは多大な恩恵を受けている一人として、その原産の裏にある担当者の方々のご苦労の氷山の一角のみをただに聞かせていただいた、と思うんですけれども、深く頭下がる思いです。の発表の方の後半にはコンピューターによるさまざまな問題ですとか利点とか挙げられましたが、私も東京芸術大学のコレクションデータベース化に携わっているものとしてたくさん の問題に直面をするのですが、ちょっとそちらの方に関するコメントについてはちょっと時間が限られているので、今日はいたしません。主に八代幸夫とそれから東京美術学校あるいは東京芸術大学におけるコレクションの分類の編成について少しコメントさせてください。八代幸夫はご発表にありましたように東京美術学校で教授の席を置きながら美術研究所を立ち上げることに携わりまして、大正5年26歳の時から東京美術学校で西洋美術史の講義を担当され、非常にその情熱的な授業で学生に大変人気があったというふうに言われておりますが、その3年後に教授になりまして、でその後東京美術学校が開校した1889年から収集されてきた教育資料、この中には美術品参考資料図書を含むコレクションがずっと蓄積されてきた中で、それを文庫と称する建物で管理されてきたようにされてきましたので、そのコレクションが八代幸夫教授になった頃には非常にこう充実した、あるいはかなり膨大なものになりつつありましたところ、昭和7年1932年にはその文庫というものの、コレクションの位置づけを学校の中でより高くというか格上げするために文庫化という組織に組織を支えて、その責任者に八代幸夫が文庫課長として1932年に就任いたします。でその課長として、責任者としてそのコレクションにその今後の充実の方針などに携わっていくわけなんですが、でその後ちょっと先に歴史を進めますけれども、昭和40年、1965年にその文庫というコレクションは図書館と芸術資料館という2つに分かれまして、図書といわゆる作品資料とのコレクションに分かれて、その芸術資料館の方は私は今現在いますと大学美術館のコレクションに引き継がれることになりますけれども、その八代幸夫がその責任者となった頃から、いろいろその分類に関する紆余曲折を経て現在に至っております。で具体的に八代幸夫がその文庫課長として、まずはそれまでほとんど分類整理されていなかった洋書、結局西洋の美術の書籍に関する分類および整理を指導いたしました。でこの時にその整理だけではなくて文庫そのものの資料の購入の方針として計画的に美術教育上の基本的な参考品あるいは図画を組織的に購入して取り揃えるようにして、
通の美術館とは異なる美術教育的美術館並びに図書館として、これがその文庫の理想、経営の理想である、というように積極的に運営していくという方針になりました。この、シンポジウム の, あの、お主催しています共同研究、での, あの、まあ、研究会として今年の1月26日にあのその芸術資料館の勤務されました青木茂先生によって、芸術資料館の分類の変遷についてご発表がありましたけれども、それは大学になってからの、あるいは青木茂先生が勤務されている昭和40年代までの変遷でしたので、今日はちょっと明治の早々期、開港の早々期から現在までのことについて少しざっと眺めてみたいと思います。すみません、これはちょっ と,、まず一番最初に、明治22年の一番最初 の,、あの台帳の枠組みというのは3つありまして、一番目に図書原本となっています。2番目は標本原本となっています。で3番目は生徒成績品、この3種類に分かれておりまして、図書原本というのは実際の中身としてはここにあります、ね、あの図画と和漢書、洋書と写真、どっちかというとあの図画と図書というかそういうような、枠組みですね。その中にまたさらに内訳にあの親戚の絵画と、模本の絵画、それも それぞれ和漢画と洋画というふうに分かれてたんですけれども、で、まあ、あのいわゆる平面的な、ものですね。で標本原本というのはその後彫刻の部、金工の部、漆工の部、織物の部、服装の部、陶磁器の部、器物の部、ただし陶磁器は除く、雑品の部と建築の部、こういった、まあ、立体的なものが含まれておりました。それから最後は生徒成績品といって東京美術学校 の, あ の, かあの教育で知られたあの科、まあの、学生 の, あの枠組み、として分離されてまして、初期は日本画家、西洋画家、図案家、木彫、塑造、それから彫金、鍛金、中金、漆工、図画師範家、それから造形の下彫り、下彫家が大正2年より、それから写真家が大正7年より分類として入ってきましたが、この最後のやつはすぐに廃止されることにはなってしまいます。で、それまでの分類が、実は昭和32年になって、物品管理法、物品管理部の大幅な、分類外で見直されまして、それからまあ、現在につながる分類にまた昭和32年以降変わっていくんですが、まあ、ここにありますように昭和24年時点では、先ほど見た分類が、まあ、その3つに分けているというよりも、まあ、並列されていくのが、まあ、大幅な、まあ、なんか位置づけでありますが、昭和32年よりこのようなほぼ現在に近い状況、まあ、上に重要文化財が入っています文化財、まあ、国宝も含むんですけれども、それ以外はまあ、基本の路線は大体先ほどまで見てきた分類でありながら、ですね、まあ、東京芸術大学が、昭和24年、に創立された以降、昭和48年、昭和42年1969年より音楽資料が加わっていて、2005年平成17年に芸術大学に映像研究国家というのが新設されるに至って、映像という映像の学生制作品、という分類もさらに加わってくる、という教育の編成美術大学、大学における、時代の流れに応じた編成をコレクションの方でも分類の中に反映されています。で、意外なところかもしれませんが、それまでつい最近まではデザインという分類がありませんで、ずっとデザインに該当するようなものが雑美術工芸品という分類に入っていて、
実はその福田氏由良先生がそのポスターをご寄付をいただいたときに、それにちょっと憤慨されてずっと課題でありましたけれども、ようやくデザイン科の方の強い要望により、昨年度新しいデザインという分類を設けました。このように教育、大学の組織の都合によって、どんどんコレクションの分類が編成されてきております。もう一つ最後にその他という分類が平成19年より新しく新設されていまして、昨日の発表の中にも東京都近代美術館とか京都国立近代美術館にもその他という分類が使われているということが話題になりましたが、現代ではそれがちょっと違う種類のもので、第1号が黒田清輝教育資料という当文献にもゆかりのあるものになっておりますが、他と昨日 の, 美術館たちとは違って、例題ではその他という言葉がちょっと何を指すのか曖昧ですねということで、実は新しく去年から教育研究資料というふうにまた分類の名前が変わったということがあります。今現在黒田の資料以外に辻田嗣治資料と松村茂隆資料が3件ほど登録されています。このようにして芸大では教育あるいは組織の都合によってどんどん分類が変わって、映像メディアアートアニメなどなどがコレクションに加わってくるようになってきていますけれども、最後に発表に対するコメントとして、日本美術年間では美術というものがどのようにその枠組みが広がるのか、あるいは広げることによってどんどんその担当者の仕事も大変になっていくことも懸念されて、プレッシャーは与えたくないんですが、今後の投資とか展開等々を聞かせていただければと思っています。以上です。ありがとうございました。